こんにちは、アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日は、なんていうのかな、変化の時に何が起きるかで、変化の時の感覚っていうのかな、違和感とかざわざわをちょっとお話ししたいなと思います。ですね、こうざわざわとか違和感っていうと、悪い感覚、悪い予兆のようにも聞こえるかもしれないんだけど、決してそうではないものもあるんだなって感じたので、まあ、常にね、人は日々毎日生まれ変わってるし、変化してるってのもあるし、大きな意味で今大きな変化が起きている人もいるだろうし、世の中もね、大きく変化していってる。特に、夏至が過ぎて7月8月ってこう大きな変化が来るともね言われているので、なんかいろいろ起きている方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、なんか一個変わり目があって、で変わった、で変化した、クリアで、また次、また何か変化が来てクリアした、次っていう、このそれが大きなサイクルじゃなくてもね、まあドーンと来たら本当にドーンと変わって、もう180度変わっていくっていう、そういう変化もあるけども、日々の中でやっぱ小さな変化もいっぱいあると思うんですよ。でそういう時に一旦こう変化しようとして、そのクリアってなるまでのほんのちょっとのこう間っていうのかな、変化が起き出して、それが数日なのか本当 1,2 時間なのか分かんないけど、こうその間の時にちょっとざわざわもするんですよね。でこれって多分あれなのかなと思って、その決してその先が悪いっていう意味のざわざわとか、今やってることが違うからざわざわしてるって、そういう時の感覚もね、ざわざわとか違和感あるんだけど、胸騒ぎがするとかね、それはまたあこっちに行かない方がいいよとか、気をつけた方がいいよってことだけど、それとは違う小さなざわざわがなんか変化してる時に起こる気がするんですよ。でそのざわざわが何かっていうと、多分次それ一旦こう来ていたのが変化してクリアするから、今度また違うとこに行きますよね。こうやって新しいとこだから、今まで来た道とは違う新しいところに、まあこう行くでもいいんだけど、ところに行くので、慣れてないとか未知の世界でもあるっていうことで、ちょっと落ち着かないって、そういうざわざわかな、なんかそんなものを感じるんだなっていうのをちょっと自分で体感したのでね、あなんかざわざわしてる感じるって思って、でそこを抜けて本当にあこっちだって、こう舵が切れた時にそのざわざわスーッと引いていくんですよ。でどちらかというと光がこうちょっと希望とかワクワクが、ざわざわの後にワクワクが来るって感じです。でそれをねちょっと今体感したので、ちょっと皆さんにねお伝えしようかなって思って、本当にすごい別に嫌なことがあったとか、なんか何かがあったとかじゃないんですよ。ただ何か一つのフレーズっていうのかな、一つのことが終わって幕が降りて次に行くんだなって、それは小さな変化なんですけどねっていうのを感じている時に、ずっとちょっとでもそれが悪いことだとは思って、直感的に分かるんですけど、でもなんだろうこのざわざわざわってしてるなって思ってたんですよ。そしたらそれがクリアできた、そのなんでできたかはね分かんないんだけど、クリアできたかな、クリアしたからかなって思って、なんかそのざわざわがふっとなくなった時、瞬間があって、そしたら次はちょっとずつ、ほんのちょっとなんですよ、ワクワクってのが少し感じられるようになって、あだから、一幕閉じて、あクリアして次に行ってるんだなって、でもう次に一歩踏み出したから、ああもうざわざわなくなって、今度ちょっとだけワクワクが、もちろんドキドキはあるんですよ、ざわざわに近いドキドキねはあるんだけど、なんかそのざわざわがから次ワクワクドキドキに変わってるなっていうのをすごく体感しました。頭ではねなんか分かっていたんだけど、ああなんとなくこの小さなざわざわってこれかって思いながら、でもそのざわざわ感じてる時もざわざわなんだけど、なんか半分心地よいんですよ、半分心地よくて半分ちょっと落ち着かない、なんか嫌だなって、
で本当にその虫の知らせとかね、胸騒ぎっていう時のザワザワも、あの半分心地よいとかもないし、ものすごく嫌なザワザワって落ち着かない感じが来るので、これは全く違うもので、そうじゃなくて変化の時のちょっとザワザワって小さいさざ波みたいな感じなんだけど、なんか落ち着かないけど、でもちょっとだけ気持ちいい、痛気持ちいいみたいな、なんかそんな感じだなと思ってたら、こっからパンといったら、あ、なんかちょっとワクワクする、でもなんかまだドキドキもするみたいな、こんな感じがあの来るんだなっていうのをちょっと体感しました。なのであのシェアできたらなと思って、あの今日はそんなお話になりました。ざわざわと、その次は、ワクワク、ドキドキ、小さな変化のさざ波の時はそういうことが起こるというお話でした。いつもご覧いただきありがとうございます。アニマルコミュニケーターのあゆみでした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。